キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は月曜日ということで、また一週間始まっちゃいましたね、ドロンということなんですけど、今日のこちらの方面はさあ、いよいよですかね、台風の兆しがちょっと見えてくるような感じの空模様でございます。雨は降ってないんですが、ちょっとこうどんより曇ってる感じですかね。風も心なしかちょっと強めなのかなとか思ったり、してるんですけど、皆さんのお宅はいかがでしょうか。まあ九州の人はみんなこんな感じじゃないかなと思うんですけどね、ちょびっとそれた感じ、うん、とは大分、宮崎からのぎゅっと北九州の方に、来るような感じやったんですが、なんかちょっと変わってきようですね。今現在がどんな感じかいな、なんか長崎の方にずっとなんか今行ってるような感じとか言って言ったっすけどね。で、火曜日、水曜日一番ひどいって言ったんですかね。福岡で接近する確率 77% とか言って言ったんですけどね。どうなんでしょうね、ひどいのかな。沖縄の方は3回ぐらいあったんですよね。戻って戻って戻ってって感じだったんで。で、一番立ちが悪いのは線状降水帯っていうのがなんか発生したらしいですね。だから何ミリって言ったら700ミリ、なかなかすごいなんか数字の雨雨量か、だったみたいですね。そんなん来たらもう植物もじゃじゃぶれで、じゃじゃ濡れでね、もうどうなんて感じですね。しかも風つきでしょ、どうなんかねとかって思うんですけどね、ちょっと心配ではありますね。はい、さて、昨日のイベントは、まず、湘南の方ですかね。はい、スープ、湘南っていうイベントだったみたいで、ゆうさくさんとシフトサロンさんから、メッセージビデオっていうか、来ましたね。シフトさんがちょうど言ってたんでですね、ゆうさくさんとツーショット希望って言ったら、ちゃんと送ってくれました。よかったですね。またステージの上にどうぞって言ってから、シフトさん呼ばれてましたですね。まあ、どんなこと言われたかちょっとわかんないんですけど、すごい盛り上がったみたいで、よかったですね、っていう感じで。そういえば何日か前だったと思うんですけど、私のフォロワーさんで、もうね、ちょっとアカウント名がよくわからない。REK さん、レックさんでいいのかな。はい。あの方がちょっと沖縄になんか旅行に多分家族旅行行ってたんじゃないかなと思うんですけど、それでロスやーとかって言ったんですけど、その後に台風が来てましたからね、ほんとよかったですよね、まあタイミングが。もうね、台風の時行っても意味ないからですね、もうほんと最悪の夏休みやーって多分なると思いますからですね。まあ沖縄の方どうなんだろうな、もう過ぎたのかな、ちょっとよくわかんないですけどね、なんかエロ遅いらしいですよね。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキポキさんのブラキ、はい、パキポキさんのブラキ続きですということで、相も変わらず曇りですね。まあ、その暑くないっていうのはいいんですけど、風が結構吹いてますね。なんか剪定してる人もいるけど、まあ、台風前にするってことなのかな。看板系とかがね、結構飛んだりとかしたらもう大事よね。うちもどうなるんやろうか。そんな感じですけどですね。さて、あと昨日なんかあったって感じですけど、そうですね、ネズミ捕りの、やつも全然ですね。頭いいのかな、20日ネズミってとか思いながら、
ね、今朝、うちの母にですね、はい、蜂の巣はあれからどうなったって言ったら、まあ、うちの親父が、殺虫剤で、とか、なんか落としたり、なんか巣を落としたとかって言ってたんですけど、それ専用の、なんですか、殺虫剤を母が買ってきておりまして、はい。で、親父がなんか普通の緊張るみたいなシャラーとか出たから、なんだ、そんなん使いようととかって言ったら、いや、もうそれ高いやろもうとかって言って、意味わからんこと言ってたみたいでですね。何のために買ったんて、いつ使うんって、ねえ、わけのわからない貧乏症が出てたみたいです。はい。そういうのありますよね。はい。ちょっともったいないから、これは今使わんどこって言って、いざ使おうと思ったら、もうなんかボロボロになったりとか、なんかね、使い物ならやったりしますので、はい。使えるときは使ったらええというのはすごく思いますね。はい。それをこう、もったいぶらんでね。はい。結局、そんな感じになるよね。本当そう思いますね。はい。まあ、自分ももうずっともうあれですね。このもう台風の話ばっかりになるでしょうね。まあ、今週はちょっと、水曜日の休みはもう多分家の中で過ごすことになるのかなと。まあそんな感じで、もう一日ぐらーっとしとこうかなとか思ったりね、してるんですけど、一日ぐらーっとしたらもうほんと腐ってしまうのでですね、それだけがちょっと心配なんですけど、なんか動けた方がいいなと、個人的には思ったりするんですけど、まあそんな感じで、まあたまにはいいのかなとか思ったり、今のところそういう風に思っております。はい、じゃあ明日火曜日ですね。はい、まだ1週間始まって2日目ということで、皆さんは全然もう超ダレーって感じですけど、九州の人は台風でもう最悪やーと思ってね、思われてるんじゃないかと思うんですけど、引き続き気をつけて、台風、乗り切っていこうかと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。テッケニジー。皇帝の隅、ひめりんごの実、もぎってかじる、ひどく酸っぱい、夏の匂いと、君の匂いが混ざり合う。